してください。巨大兵器が巨大兵器
送ってあげるよ。ただいまエントリー受付中です。作戦開始までしばらくお待ちください。出撃メンバーが発生しました。作戦を開始します。なんだ、花を散らせにさ。楽しみだよ、いつか君の花を散らすのを。武装組織エイジェンが侵攻してきました。 GIS ユーストの両陣営はマグメル連合軍として迎撃に当たってください。兵装を選択してください。拠点を奪取。皆さんの活躍を心より期待しています。感知、プランタ拡大に専念してください。
Thank you.
成績です。ユニオンバトルの作戦報酬が支給されます。報酬ボックスをタッチしてシードを獲得しました。やりましたね。ゲームモードを選択してください。カスタマイズモードを選択してください。装備している武器、機体パーツの一覧だよ。変更したいものをタッチで選択してね。武器を選択して装備変更をタッチすれば武器を切り替えることができるよ。購入したい武器、機体、武器を買いたければタッチで武器を選択してから購入を押すんだ。カスタマイズモードを選択して、装備している武器、機体パーツの武器を選択して装備変更をタッチすれば武器を切り替えるの。カスタマイズモードを選択、ゲームモードを選択してください。ユニオンバトルに関する情報です。戦場に送ってあげるよ。来たんだね。花を散らせにさ、楽しみだよ。いつか君の花を散らすのを。武装組織エージェンが侵攻してきました。ユーストの両陣営はマグマル連合軍として迎撃に当たってください。兵装を選択してください。拠点をタッチして、皆さんの活躍を心より期待しています。私のことは構わない。敵機雷兵器のエネルギー反応を感知、ドラッグ奪回に専念してください。Thank you.
Thank you.
ユニオンバトルの成績です。ユニオンバトルの作戦報酬が支給されます。報酬ボックスをタッチして受け取ってください。シードを獲得しました。やりましたね。シードを獲得しました。やりましたね。ゲームモードを選択してください。カスタマイズモードを選択して装備している武器、武器を選択して装備変更をタッチすれば武器を切り替えることができるよ。戦場に送ってあげるよ。来たんだね。花を散らせにさ、楽しみだよ。いつか君の花を散らすのを。武装組織エージェンが侵攻してきました。GIF、ユーストの両陣営はマグメル連合軍として迎撃に当たってください。兵装を選択して拠点をタッチして、兵装を選択、拠点をタッチ、皆さんの活躍を心より期待しています。私のことは構わない。エネルギー反応を感知、ブラスト爆弾に専念的な巨大兵器が出現。敵も数多くあります。総員、兵器に当たってください。兵装を選択して拠点をタッチして、
Thank you.
の消滅を確認。残念ながら完敗です。今回のユニオンバトルの成績です。ユニオンバトルの作戦報酬が支給されます。最終ボックスをタッチしてシードを獲得しました。やりましたね。ゲームモードを選択してください。カスタマイズモードを選択してください。装備している武器、機体パーツの一覧だよ。変更したいものをタッチで選択してね。武器を選択して装備変更をタッチすれば武器を切り替えることができるよ。カスタマイズモードを選択してください。装備している武器、機体パーツの一覧だよ。変更したいものをタッチで選択してね。武器を選択して装備変更をタッチすれば武器を切り替えることができるよ。カスタマイズモードを選択してください。ゲームモードを選択してください。戦場に送ってあげるよ。ただいま出撃メンバーが発見しました。作戦を開始します。存分に散らせてきなよ。命の花をさ、最高だよ。敵コアの破壊が作戦目標よ。兵装を選択してください。拠点をタッチして、めっちゃいい仕事だと思う。助かります。展開し、さあ出撃よ。私のことは構わないで行く。敵がベース内に侵入。
Come on.
しているようね。戦場に送ってあげるよ。
存分に散らせてきなよ。命の花をさ、最高だよ。敵ベースに侵入し、コアを破壊することが作戦目標です。頑張ってくださいね。兵装を選択してください。拠点をタッチして、出撃する。プラントへの防衛を、ベースの防衛、急いで。作戦開始です。出撃どうぞ。コアが敵の攻撃を受けました。ベースに敵が侵入しました。Thank you.
の破壊が作戦目標です。兵装を選択し拠点をタッチして兵装を選択し拠点をタッチして ごめん助かりました。作戦開始です。
侵入しコアを破壊することが作戦目標です。頑張ってくださいね。兵装を選択してください。拠点をタッチして
点をタッチして味方の復興に攻撃成功。現在戦況は5分と5分。変装を選択して拠点をタッチして、
作戦目標よ。 兵装を選択してください。拠点をタッチして作戦開始を頑張ってね。Thank you.
我が軍の勝利です。素晴らしい戦果だったわ。ボックスをタッチして受け取ってください。ゲームモードを選択してください。カスタマイズモードを選択してください。選択してください。戦場に送ってあげるよ存分に散らせてきなよ。命の花をさ、最高だよ。侵入し、コアを破壊することが作戦目的になるわ。頑張ってね。兵装を選択してください。拠点をタッチ、兵装を選択、拠点をタッチして、作戦開始。さあ、出撃よ。
でしょう。敵の攻撃に注意が必要よ。
しい活躍だったわね。作戦成績に対する評価を行い、作戦に対する報酬が支給されます。報酬ボックスをシードを獲得しました。やりましたね。ゲームモードを選択してください。カスタマイズモードを選択し、装備している武器、機体パーツの一覧だよ。変更したいものをタッチで選択してね。カスタマイズモードを選択し、購入したい武器、機体パーツの種類、武器を買いたければタッチで武器を選択してから購入を押すんだ。機体パーツを買いたければタッチでパーツを選択してから購入を押すんだ。カスタマイズモードを選択、ゲームモードを選択してください。ユニオンバトルに関する情報です。戦場に送ってあげるよ。来たんだね。花を散らせにさ、楽しみだよ。いつか君の花を散らすのを。武装組織エージェンが侵攻してきました。ユーストの両陣営はマグマル連合軍として迎撃に当たってください。兵装を選択してください。拠点をタッチして、兵装を選択してください。拠点をタッチ。こんな時にどうも。ありがとう。さすがです。一緒に行こう。ユーストユーストこの手を。ユーストでは陸上褒めてあげます。ありがとうございました。皆さんの活躍を心より期待しています。
点をタッチ、並走を選択し、拠点をタッチして、悪気はないんだ。
やらこの程度のようですね。敵コアの破壊が作戦目標よ。兵装を選択してください。拠点をタッチして。今負けないよ。
強。我が軍の勝利よ。に対する評価を行います。作戦に対する報酬が支給されます。報酬ボックスをタッチして受け取ってください。戦場に送ってあげるよ。ただいまエントリー受付中です。作戦開始までしばらくお待ちください。知らせてきなよ。命の花をさ、最高だよ。敵コアの破壊が作戦目標よ。兵装を選択してください。拠点をタッチして。
報酬ボックスをタッチして受け取ってください。ゲームモードを選択してください。カスタマイズモードを選択してください。欲しいアイテムをタッチで選択して交換をしてください。カスタマイズモードを選択し、購入したい武器、機体、武器を買いたければタッチで武器を選択してから購入をするんだ。機体パーツを買いたければタッチでパーツ、カスタマイズモードを選択してください。部位ごとに装着したいカラーを選んでね。決まったら確定をタッチ。カスタマイズモードを選択してください。